ドクターナブの研究所。スノーゴーレムのカボチャが変色。本当ですか？っていうか、どういうこと？点滅してるんですか？雷雨の時に出して透明化。雨に当たってもノーダメージ。いやいやいや、そんなことはないでしょうに。いいでしょう。その映像を見てみようじゃないですか。なんと、本当に点滅してる。なんで、どうなってんのはい、ということで、私も、再現してみますー。だってねー、気になるじゃないですかー。よし、どんどん出していきましょう。ほらー、ほらほらー、出てきなさいなー。どんどん出てきなさいな。もっとおー、もっともっと、ほっともっと。よし、さあ、これから君たちは、点滅するんですぞ。あは、まあ、カボチャなしの子も確認しないとですからな。ふふ。よし、天候を雷雨にしましょう。偉大なる雷神トールよ、この地に雷鎚を落としたまえー。気象変更、天候、雷雨。なんと、雷雨め。よし、屋根をつけました。さあ、外に出るのです。怖がらないで。あ、ちょっとこっちにも作ってみますかな。すでに雷雨の状態で、どうなるのか。あ、うん。さあ、外に出ましょうねー。でも、出たらやられちゃいますよね。この状態から晴れにしてみますか。天候、晴れ。さあ、出てみてくださいな。お、喜んでる。うんうん。いい感じですな。あとは点滅するだけですぞ。ほら、透明化してー、点滅ー。おおおおお、来たこれ。点滅だ。再現できました。まさかの点滅。ほら、すごい、なんで点滅。やったー、大成功です。完全に点滅です。ほら、よく見てくださいな。あ。実はねー、こんなのもできたんです。真っ白。ほらね。お豆腐になるんですぞ。これまた不思議ですなー。真っ白かぼちゃ。どうですかねー。単純に透明化しただけなんですけどねー。ほらほらー。みんな真っ白。別にワールドが重いとかもありません。不思議ですなー。あ。私も透明化してる。もう、いつの間に。バケツいっぱいの牛乳飲むのも辛いんですからな。くはぁ。はい。今回の事象の再現、大成功でした。点滅もするし、真っ白にもなる。まだまだ他のバリエーションもあるかもですな。興味が尽きないカボチャゴーレム、目が離せません。